中年オタッキーです。今ちょっと撮影してるこの後ろなんですけども、カメラ置き場がね、完成しまして、ちょっとトラックの中とは思えないような状況になってるんですけどね。ここだけでね、32台か。のカメラが今置いてありますけど。もう、そんなに積んでどうすんのって話なんですけど、どんどん増えちゃって、まあ。まあそんな感じなんですけどね。今日の動画なんですけども、このカメラで撮影してきました。はい、これミノルタのね、XD ですね。5台まとめて、ジャンク5台まとめて4500円っていうやつで落札しまして、あれ、エキザクター以外は全部使えたんですね。あのオークションなかなかお得でした。完璧に動いてますね。まあ、この、カメラでね、写真を撮ってまいりましたので、それを紹介しながらちょっと説明していこうと思います。それでは動画スタート。はい、本日使用するね、このミノルタ XD なんですけどもね、このレンズ、今ついてるレンズはね、MC6RPG50mm の F1.4 っていうね、ミッシェル様から、視聴者のミッシェル様から、提供いただいたレンズになります。本当にありがとうございます。でね、このカメラが発売されたのが1977年、ちょっと価格にはたどり着けなかったんですけどね、スペックはね、シャッターが、1秒バルブから1000分の1秒まで電子式、バルブとね100分の1は機械式ということで、多分電池を入れなかったら自動的に100分の1になるんじゃないかな。あとバルブに設定するとバルブは機械式でまあ動くということですね。で縦走りの金属膜フォーカルプレーンシャッター、ストロボ同調速度は100分の1ということですね。ストロボ同調速度に合わすにはこれ丸印に合わすのかな。で露出系は TTL 開放、中央充填平均速攻、SPD 樹脂速攻、AE は絞り優先、シャッター優先の両優先を搭載していますね。で、ファインダー固定式アイレベル、視野率約 94%、倍率約 0.87 倍、レンズマウントはミノルタ SR マウント、対応レンズが MD ロックオール、ニュー MD レンズが全機能使用可能、MC ロックオールがシャッター優先以外が使用可能、オートロックオールは絞り込み速攻になるということですね。電池は SR44 銀電池が2個ということで、まあ、LR44 でも使えるということですけども、でね、まあ、注目するべきはその両優先ということですね。それまではミノルタ、ニコン、ペンタックスが絞り優先 AE で、キャノンとコニカがシャッタースピード優先 AE というね、まあ、二極化してたんですね。で、シャッター優先がいいのか、絞り優先がいいのかっていうね、論争にね、いつもなっていたということなんですけども、このカメラが登場してからそれがもう解決。どっちも使えるということですね。でね、基本的にレンズは MD ロックオール以降、のものでないと、シャッタースピード優先が使えないということなんですけど、これ MC ロックオールなんですけどね、シャッター優先でちゃんと絞り変化してるんですよね。うん。今開放で、30分の1の開放で、で、飛行下に向けると、うん、絞るんだなぁ。使えてるけどなぁ。まあ、その辺はどうでもいいんですけど。でね、僕がね、この所有してる XD はどうやら前期型のようで、後期型はね、このシャッタースピードの125のところに緑色のマークがつきます。で、緑色のマークのところに合わせて、シャッタースピード優先に、ダイヤルを合わせるとね、もう疑似プログラム状態になるっていうね、超シャッタースピード優先 A とかなんか言って、ね、シャッタースピード例えば125で設定したじゃないですか。で、あと絞りはオートになってるんですけども、それよりも暗くなった場合に、シャッタースピードが遅くなってくれるというね、機能がついてるみたいで、これはね、その緑色ついてないんですけどね、ちゃんとその状況に、もう明らかに今ね、
明らかに、プログラム AI になっておりますね。シャッター音はね、こんな感じです。なんか、スコトンっていう感じのね、シャッター音で、感触もね、ちょっと独特です。これ、マニュアルにすると。これ今250分の1です。この手のシャッター音はちょっと他聞いたことないですよね。で、まあ、シャッターユニットはね、これコパルかな、縦走りメカニカルフォーカルプレーンシャッターになりますね。よいしょ。非常に特徴がある音ですね。で、さらに特徴があるのはね、巻き上げなんですね。巻き上げの感触がね、もうね、ものすごく滑らかなんですね。これは、これ以上に XE かな、がものすごくなんか滑らかな感触っていう話なんですけど、これでも十分ものすごい滑らかです。もう他にはなかなか類を見ない滑らかさになってます。まあ、このって、こんな感じなんですけども、いろんなバージョンがあるらしくて、なんかね、ミノルタのロゴが金色になったりとかね、あと、XDS っていうモデル、言ったら、マイナーチェンジモデルで、XDS になるとね、指導性の調整ダイヤルが、世界で初めて標準装備になったというね、何かとね、話題がたくさんある、カメラですね。位置的にはね、中級機になるのかな ?X1 の下あたりに、位置するカメラになると思います。でね、今回はね、トライ X というフィルム、モノクロフィルムね、コダックのモノクロフィルムを詰めて、このレンズをつけてね、試写してまいりました。それではね、試写の方を紹介してまいります。はい、作例なんですけどね、まあ注目していただきたいのは、そのレンズの優秀さですね。このレンズすごいな、やっぱり。解像度もバリバリだしね、背景ボケが柔らかいんですよね。こんなにいいレンズはなかなかないぞという感じなんですけど、ミノルタのレンズが人気なのは当然といえば当然ですね、これね。で、作例はね、ほとんどね、絞り優先 AE で撮ってまして、室内と、公衆電話のやつね、夜のやつは、開放になってます。これはちょっとうるさがいいかな。んで、まあね、全体的に見ては、解像度が高いのも、うなずけると思いますし、これオートで撮って、まあ、このレベルだったら、まあ、ありかなっていう感じですよね。これも全部オートで撮ってますが、なかなか秀逸な、露出になってると思いますね。これで中央重点速攻なんだろうっていうのがね、すごいと思います。このカメラ、まあ一応ジャンク品で仕入れて何もせずに使ってるんですけど、まあ、意外にもね、ちゃんと動きました。で、いろんな報告っていうか、噂というか、まああるんですよね。突然死するとか、もうとにかく壊れる。高速シャッターがまともに動かないとか、まあいろいろあるんですけどもね、僕一応1000分の1で切った写真もね、まあ今回出してないですけど、全然1000分の1ちゃんと切れてますね、このカメラ。で、まあ前期型、後期型とあるということで、まあどのタイプが壊れにくいかとかはわからないんですけども、電子カメラってね、新しければ必ず壊れにくいというわけでもなくってね、この時期に使ってるコンデンサーとか、トランジスタとか、そういうのがね、いいとか悪いとかね、そういうのもあるんですね。製造ロットとかでね、品質が変わってきたりするんで、一概には言えないんですけどね。僕のはね、ちゃんと動いてますね。で、使用痕があんまないんですよね、このカメラね。よっ。だいたいカメラの使用痕っていうのはね、ここで見るんですよ。このね、フィルムの厚板で見るんですけどね、ほとんどこれね、走った跡がないんですよね。ほぼ走った跡がないです。これ多分ほとんど使ってないんじゃないかな、このカメラね。で、特徴的なのがこの針側でしてね、ちょっと針側が柔らかいんですね、この時代のミノルタのカメラってね。で、これがね、経年劣化でね、縮んだりしてね、格好悪くなってる個体も結構見受けられると思います。まあ僕のはね、大丈夫なんですけどね、本当にこれいい買い物しましたね。
で価格相場なんですけど、まずね、価格はねバラバラなんですよね。まあ2万5000円、1万5000円から2万5000円ぐらいしてますね、楽天では。でヤフオクの方はというと、まあ、これまたバラバラなんですけども、まあ、5000円以上はね多分してくると思います。でまあ結構ねその壊れやすいという評判のカメラがね結構高いということで、購入には結構勇気がいると思います。高いお金払ったのに壊れたっていうね、壊れやすいモデルがどれかもわからないし、ロッドがどれかもわからないし、まあ難しいところではあります。買うのには結構勇気がいるカメラになると思いますね。はい、今日のねカメラ紹介はこんな感じになってまいります。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はねトップバッターがケンちゃんさんですね。こんにちは、いつも楽しく拝見しています。作品投稿です。これローバイって読むんですね。 FM2、ニコン FM2 AI24mmF2.8、ストロボ仕様、記録用100、服部都市緑化植物園で撮りましたですね。これもう一枚ですね、高一点、ニコン EL2 イコール 105mmF2.5 ストロボ発光、記録用100、1枚だけ花びらが赤いので撮りました。同じく服部都市緑化植物園ということですね。で作品なんですけども、ストロボ発光した割には効果はそこまで出ていないようにも見えるけど、結構抑え気味で使った感じですかね。ローバイの花ってこれね、全然これこういう花って知らなかったです。驚きです。で2枚目の方、2枚目なかなかいい感じでね、この1枚だけ花びら、これ特別なんだっけ、突然変異って言うんですかね。で、これ、こちらもやはりストロボの効果はそこまではっきり出なくて、ちょっと抑え気味。結構絞って撮った感じなのか、シャッター速度長めかなって感じですかね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次が、ミッシェルさんの投稿ですね。作品投稿します。定点観測。ミノルタハイマチック E、コダックゴールド200というですね、私がカメラ整備を終えると試写する家の前の風景です。場所は同じですが、季節の変化、カメラ、レンズ、フィルムの種類でみんな違った写真になります。今回は雪解けが少し進んだ感じですということで、作品なんですけど、これで雪解けが進んだんですね。ものすごい量なんだと思う。これで進んだのか、これ7、80センチは積もってる感じ。まあ、ロードサイドはね、どうしてもその除雪するんでちょっと積もり目になるんですけど、それにしてもね、新潟ならではの写真、なかなかの季節感が出ておりますね。はい、ミッシェルさんありがとうございます。貴重な写真ですね。で次は北野隆さんの作品で2枚。こんにちは、作品投稿します。1枚目が1枚目も2枚目もしばれの朝っていうことですね。カメラはペンタックス KX、デジタル、レンズは SMC ペンタックス FA3580F4 から 5.6 で撮りました。1月の寒波が来て氷点下20度近くになった日に撮影しました。昔より寒さは緩くなった感ですが、この日はかなり寒かったですということで写真なんですけどもね、これね2枚ともねかなり露出オーバーになってるんですね。これ狙った感じなんでしょうけどね、1枚目はねその川か何かの湯気が上がってるのが印象的ですよね。で2枚目の方はね、もう樹氷がびっしりついた木なんですけどもね、露出オーバーにすることによって、よりその寒々としたね、凛とした写真になっておりますが、これもう半絞りぐらいね絞った方が良かったかな、ちょっとオーバーすぎるかなっていう気もします。多分ねそのローで撮ってたらね、現像でなんとかなると思うんで、もしローで撮っててデータが残ってるんだったら、ちょっといじってみてはどうかなって思いますね。北野隆さんありがとうございます。次がね MHR さんの投稿ですね。作品は2枚です。こんにちは、いつも楽しく拝見しています。本日紹介するのはニコン D610 でのスナップになります。レンズはジャンクで買った1000円のニコン AFN70210F4 から 5.6 です。一
一昔前の A フレンズです、なのですが、なかなかどうして、カビ掃除して撮影したらよく撮れるので最近のお気に入りです。両方とも F8 絞り有線で撮っています。1枚目はビルに差し込んだ光線と、色具合が面白かったので撮影しました。冬の日差しってことですね、1枚目。2枚目はレトロな私鉄線の駅で、タイトル駅ってことですね。デジカメで撮影するときはいつもロープラス JPEG、モノクロ設定で撮影してるんですが、カラー限度したらいい感じだったので、カラー版で投稿させていただきましたけど、ね、作品なんですけども、確かにいい感じですね。これ1枚目、こういう写真すごーく好きですね。建物にね、建物からの影、木がちょっと手前に入り込んだ、感じでね、ディテールもしっかり出ていい写真になっています。2枚目の方もね、まさにね、そのお客さんが降り出す瞬間のね、写真なんですけどもね、これがね、あの明暗がしっかり分かれてて、非常にいい写真になってます。天気が悪い日ってね、こういう場所で撮るとね、立体感がある写真でね、天気が悪い日にこういうところで写真を狙うなんて非常に良い手だと思いますが、この日は天気どうだった？天気結構良さげです。なかなか印象的な写真になってると思います。はい、MHR さんありがとうございます。次がね、たくみさんになるのかな？たくみさんの作品2枚ですね。おたきーさんこんばんは。2度目の投稿させていただきます。前回投稿の、キャノン 4SB で、レンジファインダーカメラにはまり、レンジと岩ということで、ライカ 3C とレルマ 50mm F3.5 ジャンクで買ってしまいました。4SB と同様の整備を終わらせてシャンポに行ってきました。1枚目のタイトルが祈り、2枚目のタイトルが万葉小道ということですね。分解してみてバルナックライカとエルマの精巧な作りに惚れ惚れし、撮ってみて解像感とボケ感の調子が非常に好みでエルマ大好きになりました。もう大満足です。これからもオタッキーさんの動画で勉強してフィルム写真を楽しみますってことなんですけどね。1枚目で、ね、これエルマらしいね、このフレアの広がり方ですね。解像度は本当に抜群なんですけども、エルマ若干ねフレアが出るんですね。でこのように、フレアを味として、作る写真にはすごくいいと思いますね。で2枚目の方なんですけどもね、解像度の高さ、はあるんですけども、ちょっとピントがほんのり後ろ気味、メインの被写体はこのなんていうんですか、看板ですね。万葉集かなんかの看板だと思うんですけども、ほんのり後ろピン、後ピンになってますね。構図としては良かったんですけどね、もうほんの一歩寄った方が僕は好きかなって感じですかね。はい、たくみさんありがとうございます。今日はこんな感じなのかな。1、2、3、4、5名、の紹介になりました。まだまだ待機者が結構こう置いてますね。7名の待機かな。ということで、また次の動画までお待ちくださいませ。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、夢旅人さんの俺のカメラ、俺のカメラのコーナーへ投稿です。ブリッジカメラ&コンパクトカメラ好きな方はお待たせしました。チノンのカメラを検索してたら、チノンジェネシスがヒット、ヤフー語で検索、入札して、競合することなく落札価格1110円、チノンオート GL も100円で落札できました。通電 OK。 まだ撮影していませんが撮影が楽しみです。チノン ジェネシスですが、ポップアップライトを上げて電源が入る仕組みになっていました。フィルム詰めて撮影が楽しみです。次回のブリッジカメラをお待ちくださいということで、ブリッジカメラマニアの、夢旅人さんの、後ろに映っているね、GSXR がね、ちょっと気になるんですけども、それにチノンのカメラ2台、ジェネシスと、オート GL ですね。これ非常に面白いね、フォルムの、まあ、ブリッジカメラといえばね、オリンパスなんですけどね、チノンも作ってたんですね。チノンね、長野のカメラメーカーで今はもうないんですけどね、このオート GL はね、僕も先日見かけたんですよ。ハードオフにね、あったんですけどもね、770円で置いてあったんですけど、液漏れバリバリでも買う気にならなかったんでね、パスしました。ぜひ使ってみたいカメラであります。
知能のカメラね、まだあのレン知能のレンズ使ったことがないんで、ボディはね一眼レフのね M42 マウントのでね、あの非常に衝撃が激しい、ボディでしたが、なんかちょっとヤシカのボディともなんかあの味的に似ているから、もしかしたら OEM かとか、疑ったカメラではありますけどね。はい、今日の動画はこんな感じになります。なんかねコメント欄にねカメラ系 YouTuber のマキリナさんが僕のことを褒めてたっていうねコメントが、入って、本当ですかねもし本当だったらね、カメラ系 YouTuber 大先輩のマキリナさんに褒めてもらうのってもうね、最高の気分であります。今後もねちょっと頑張って、あの人は本物だってねなんか言ってたっていう話なんですけどね、確認はしてないんですけども、いやいや、あなたの方が本物でしょって。あなたが本物ですよって感じなんですけどね。まあ、同じね、一応ね、僕、関西がちょっとだけ入ってるんで、嫁が関西人で、関西にもね、10年ぐらい住んだのかな？うん。10年じゃない、8年ぐらい住んだのか。そんな感じでね、関西も入ってるんですけどね、マキリナさんのね、方はね、もう、バリバリね、関西弁で行っちゃってるんでね、ああ、羨ましいなーっていうね、どうしてもね、僕、あっちこっち引っ越してね、あっちこっちの言葉を覚えてて、もう、まあ、どれ使っていいか分かんなくなっちゃったんで、結局はね、標準語っぽい喋り方で喋ってるんですけど、でもなんかね、感情が出るとつい関西弁がね、ポロッと出ますね。関西弁って使いやすいんですよね。言い回しが楽っていうかね。だから関西弁でずっと喋ってると関西弁が楽ではありますね。はい、まあ、なんか関係ない話になりましたけど、最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどし、コメントの方はね、ちょっとまたね、前回の動画がバズった影響でね、コメントがちょっとダダーンと増えてしまって追いついてないんですけどもね、頑張ってね、コメント全部返していきますんで、コメントの方よろしくお願いします。高評価の方はね、ポチッと押すだけなんでね、もうぜひぜひ、高評価、ボタンを押してください。チャンネル登録なんですけども、この間バズった影響でドンと増えました。この調子でいくとね、あと1ヶ月ぐらいでね、チャンネル登録4000名に到達することになります。4000名到達した時のね、カメラプレゼントね、3つ候補が上がってます。1つはね、オリンパストリップ35。で、1つは、ニコマート FT2。1つはミノルタの XGE。この3つです。ミノルタ XGE は 50mm のレンズがついてきます。単焦点ですね。で、ニコマート FT2 はね、4386の初代をつける予定です。で、トリップ35。この3台のうち、から1台。トリップ35はもう試写が終わってるんで、いつでも出せるんですけども、ニコマートと、ミノルタ XGE は、まだ試写をしてない。段階のものですんで、どれがいいかちょっとね、もしコメント欄にね、コメント、ありましたら、書いてくださいませ。まあ、それが必ずしも採用された限らないんですけども、まあ、圧倒的にね、これがいいっていうのが多い場合は、それを優先して、カメラプレゼントにしていこうと思います。今日の動画はね、ここまでということになりますね。次の動画なんですけど、実はネタがありません。どうしよっかな。雑談の動画久しぶりに作るかもしれないですね。雑談の動画作るぐらいならライブやれよって話なんですけど、まあまあまあ、そこはそこということで。まあ今日はね、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画をお待ちくださいませ。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。